こんにちは。子供 Python チャレンジ、えー。第5回目の確認テスト、えー、の、えー、第2回です、はい。続きをやりましょう。えー、と前回はそうですね。第1問、ゴールドバッハ予想についてのトピックとするか問題でした。素、はい、数リストを作って、えー、まず100まででずゴールドバッハ予想が成立でのを確認せよ。ここまでやりましたね。 あとは、1万ぐらいまでの任意の数を入力すると、そのすべての二素数分解を求めるツールを作れ。というような感じです。はい。えー、まあ、それほど難しくないですよね。だから、えー、っと、まあ、まず1000、1000ぐらいまでちょっと用意しておきましょうか。はい。えー、大きく、あまあ、100までちょっと準備しましょうね。で、まず100までで、えー、まあ、大体素数リストを作って、えー、っと、それで、 で、えー、ですから、それ二2の数を入力すると、その、ですから、2の数を入力するですから、あれですね。なんだっけ。えー、ホワイルループで、えー、n イコール、イント、インプットして、えー、まあ、偶数を、まあ、偶数。 まあこんな感じ。まあ何でもいいんですけど。まあこんな感じのものを、ここにスペース入れるのが私の趣味なんですが、はい。こういう感じで、まず n を入力させますと。もう一個、カッコがもう一個ですね。はい。それで、えっ、ー、と、その数について、これをやればいいわけですね。なので、えー、ここが、よいしょ。まあ一回ぐらい、まずタブしますか。 えーっと、そうですね。はい。それで。えっと、ここが、だから。えー、あ、この外側のループいらないのか。失礼しました。これはいらないですね。だから、ちょっと戻します。こうやって。だから、これいらないですね。こう、このままでいいですね。はい。 つまり、えー、n を与えたときに、ここが k の代わりに n が入ればいいんですね。n の半分まで調べて、そして i が、だからその前に、カラーリストを用意しておけばいいのか。まあ、プリントしてもいいですけど、まあいいや。プリント、カラーリストを用意しといて、そして半分まで行って、i が pl で、 n-i も pa プライムならば。そしたらじゃプリント文の代わりに L にアペンド。えっ、ー、と、これはまあタップルまたはリストで加えるわけですよね。まあリストにしましょうか。まあ、リタップルにしましょうどっちでもいいと思います。丸括弧でも四角括弧でもいいですね。i と n-i まあこんな感じですかね。で、ブレイクしないわけですよね。すべての ええー。まあ、これはいらないですね、もうね。はい。こういうことか。あ、ずずず。ええー。こういうことですね。はい。ええー、あ、あ、ごめんごめん。これは消しちゃダメですね。これ、L アップンドを使うと。こうかな。これでいいはずですよね。はい。そして、 これで n について出したので、まあ、if、あ、じゃあ、ここでプリントですね。プリント。まあ、先に長さを書きましょうね。いくつぐらいあるかを知りたいので。で、それから l をプリントすればいいと。これでいいのかなできそうな気もしますね。はい。えー、じゃあ、実験してみましょう。あ、あと、終わる方法を考えといた方がいいですね。えー、ifn が じゃあ、え何、ー、でもいいです。4、四未満だったらば、ブレイク。こういうふうにしておきましょうか。はい、じゃあやりましょう。これでいいかなええー、どこ行っちゃったんでしょう。あ、そう、数リスト用意してたんですか。はい、偶数。例えば、8は ?3 と5。10は ?3 と7。または5と5。あ、いいですね。 えー、7と3はいらないよね。これでいいですね。はい。ちゃんと、えー、5と5の場合もいいと思います。じゃあ、えー、っと、100は今はあ、100はこの6種類。OK。じゃあいいですね。じゃあ、例えば1でこう抜けて。じゃあ、1000、1万の場合はやってみましょうか。ね。まあ多分問題ないと思います。最初のここが時間かかるんですよね。ここもう少し早い方法にしましょうか。 えー、素数かどうかの判定文は、えー、そうですね。あ、後で時間比較するから、その時にやりましょう。えー、次の問題が、マップ。だから、ここで相当時間の問題、今、じゃあ、これでちょっと1万大変かもしれないけど、実行してみましょう。 え、考え込んでます。1万までの素数リストを作ってます。はい、OK です。そしたら、えー、あ、このプリント文いけませんね。このプリント文直しましょう。え、連の L ですね。素数の数を答えるようにしてみましょう。まあいいや。じゃあ、えっ、ー、と100、100の場合は、同じく6個。で、1000の場合は、こういう28個で合ってます。はい。よろしいですね。 はい、えー、ここ、まあ、リストにしたければ四角かっこいいですけど、まあ、タブルで、こんな感じで同じになりましたでしょうかいいですね。はい。じゃあ、よろしいと思います。えー、抜けます。はい。じゃあ、えー、OK です。じゃあ、プロブ1はおしまい。じゃあ、次行きましょう。プロブ2。プロブ2は、えー、同じく、第2問。えー、次の、 条件をを満たすす自然数を m アップとと呼ぶことにする素数であってき、この間説明しましたね。素数であって、逆さまにしても素数で、解分数ではない。えー、で、100までの m アップをループで認めよう、えー。まあ、当然、あの時言いましたけど、m アップっていうのは、こう、素数のことをプライムっていうんですけど、プライムナンバーね。こいつを逆回読んだのが m アップですね。 ということで、えー、まあ面白いんじゃないかと思ってますが。はい。じゃあやっちゃいましょう。えー、っと、えー、同じく前回のように素数を使いますので、ここはコピーしていきましょう。っていうか、まあ共通して、前、まあ、でもやっぱり、これ持っていきましょうね、えー。素数リスト、ここまで持ってきますか。はい。えー プロープ2まず素数1万、まず100までの素数リストの、えー、求め方。ここ結構これ遅いと思うので後でそ高速化を考えます。これが素数リストですね。100, 100までの素数リスト。そして m アップを求めなさい。ですからこれは同じです。あ、えー、ですからこの逆さまにするっていうのは昔やりましたね。はい、思い出しましょう。 え、どっち ?n, n, n, k, n でもいいですか ?n in range, max n まで。まあ、プラス1とか入って書いておきますかはい。そして、えー、素数である、if, m, up, list. だから、これも L ですね。これも L を空っぽにしといて、そして、if,、えー、is prime, is' を使う必要ないです、ね、pl にあればですね、n が pl に入ってて、それから n を逆さまにした数。これはこうでしたね。えー、ストリングの、まず n をストリング。その話ちょっとやっておきましょうか。まあ、えー、こっち側でやってみましょうね。例えば n が13の場合、31の場合ですよ。31の場合、ストリングの n が 文字列の31になります。ストリングの n のコロンコロンマイナス1で逆転された数になります。なので、これをインテジャーにすればいいわけですね。これをインテジャーにすると、えー、元の数を逆さまにした数が出てくるということになります。ので、えー、こういうですね、逆さまにした数も、 PL に入ってそして、解分数ではないですから、こいつを取っといたほうがいいですね。これをじゃあ、RN、リバース N というふうに、えー、ご存知でしょうか、こういうふうに、えー、っと、代入演算子、あるいは正打ち演算子というものがあります。これを使うと、えー、値を得ながら、代入しながら、値を評価することができます。 ね、こうやりますと、えー、ここですねここで Rn という値が PL に入っているかつこれを代入しているわけですので Rn は解分数ではないですから Rn と n が等しくないっていうことですねこうでしょうかこれならば L にアペンド、えぇ、ー、N。これでいいですね。これでいいと思います。で、プリント、レンの L と L。まあ100ぐらい前だったらレンもやプリントしてみましょう。はい、これでどうですか実行しています。間違えてますね。えー、何が間違えてるかというと、まず、 素数リストはあってそうだから n から maxn までで n が pl に入っていて rn が pl に入っていて rn と合ってるような気がしますねまあそういう時は n イコール例えば三、三3 1ってやっといて こいつをコピーしてきて、ここまで。あ、そっか。あ,あ、そっかそっか。えー、ん ?PL は知らないんだよね。あ、あるか。じゃあ大丈夫ですね。じゃちょっとここまで確かめてみましょう。これ true になるかな unexpected indent はい、true になりますねそれからじゃあこれはなんで間違えたんだこれは false になっちゃう Rn と n が等しくないならば 等しくないよね。あれ Rn と n。なんでですか ?Rn。N。Rn は、あここでリバースするの忘れてました。<laughs> なんと情けない。教えといてくださいよ。 はい、マイナス1。気がついた方はほとんど気がついてると思いますけど、はい、失礼しました。リバースにしてから RN に代入する。で、それが等しくない。そうですね。はい。これでいいと思います。えー、っと。あ、ここは間違えましたね。カッコの順番間違いますストリングにしたものをカッコして、それをインテジャーに戻すでした。情けないですね。分かりますね。 いいですね。はい。これ、さっきの間違いわかりますね。ストリングのして、それを逆さまにして、インテジャーにしたものが RN と等しいですね。はい。RN に代入するです。そうすると13、17、31、31。はい。の8個になります。いいですね。はい。えー、ということでよろしいと思います。次、リスト内法1行で求めよう。まあ、これもほとんど同じですね。だから、まあ、これを、 次の方法。まあ、リスト内法も同じですよね。えー、っと。だから、L2 イコール。えー、ほとんど同じですね。ここ。もういいのか。カッコして N って書いて。あとはほとんどこれをつただコピーしてくればいいですね。よいしょ。 直しましょう。n, n 4 n in range, でこうで、if n in pl and 長いですね。こういうときはこ、こういう、こういとこで、カッコの後とかで開業しましょう。で、最後は、コロンと。これでいいかなで、同じになることを確認しましょう。 はい。えー、これでできたでしょうかね。ちょっとじ走らせてみましょう。いいですね。同じ答えになってます。はい。大丈夫でした。これでいいと思います。はい。えー、まあ、できたら、多分2番目の意図は、PL もリスト内方で書けと言ってるわけですよね。うーん。 でもまあ、わからしいか。これでいいですね。はい。じゃあ、時間比較。時間比較は、えー、タイム分を入れますね。えー、1000などで処理時間を比較せよですので、今度は1000にして、えー、しかも、インポートタイムして、時間比較のタイ,ムパタイムパッケージを読みまして、ここですね。ここ。ここで、スタート。 タイムドットタイム。こんな感じですね。そして答えを出したらば、えー、プリント、ま、あタイムンは、えあ、ー、ま、F 文字列で書きますか。F のタイム えーっと、s, time, time.time, m イ n u、えー、s time, コロンマイナスじゃなくて 10.2f, 秒。こんな感じこんな感じでうまくいきますかね。ちょっと前半だけやってみましょう。 いいですね。前半が0.04秒。同じことを後半についてやります。えー、コピーして、この次の行に足して、タイム2。これでいいですね。ここからここまでですかね。はい。えー、いいと思います。 ほとんど変わらないね。0.8、0.05。じゃあ1万で見てみましょうか。ちょっと1万は長いので5千にしましょう。それで、どのぐらい時間が変わるか、ちょっとね、この、あっ、is プライム、そうですね。こんな感じで1、測れることが分かりました。じゃあ、ついでなので、このプライムを作るところをどのぐらいの時間がかかってるか見てみましょう。 ここですね。デファインが終わって、プライムナンバーを出すところまで。あ、ところで合ってますよね、答え。合ってますね、多分ね。はい。えー。PL タイム。これはちょっとやってみましょう。それから、 もうこれ、まあいいか。これで、まあここだけ、もう後半はそれほど興味ないんで、ちょっとここでシスイグジットしちゃいますね。さて、ここで、これがどのぐらい違うか、例えば5000までの素数リストをこの方法で作ると、0.7秒かかってますね。でもうちょっと早くする方法をいくつか考えてみたいと思います。 ちょっと1万にしましょうか。1万。一万までの素数リスト。ええー、私のパソコンでは3.23秒かかっています。これをもう少し早くする方法。まず一つの考えられるのは、えっと、これブレイクしちゃった方がいいですよね。<laughs> If、えー、i が、i の事情が、 n よりでかくなったらば、もうこれから後には絶対答えはないので、ブレイクするという手があります。えー、これはいいですね。多分、これだと早くなると思います。測ってみましょう。はい。もうすごい、えー、だいぶ短くなりましたね。えー、っと、半分、よ、えー、じゃじゃ半分じゃないんです、えー 分20分の1になりましたね。20分の1になりました。ですが、これが大きいということが分かります。つまり、えー、半分まで測れればいいということ。この行の意味分かりますね ?i は、えー、n の平方根まででいいわけです。なぜかというとそこから後ろに絶対そすあの、約数は来ないから。ということですね。はい。これでだいぶこんなに速くなることが分かって、答えは同じです。 あとは多少早くする方法としては、このレンジのところを、え奇、ー、数だけ見るという手がありますよね。なので、まず L に2は加えといて、こいつは3から加えて、それで2ずつ増やしていくと。これでどうでしょうね。えー、っと、これで合ってるかな あ、こっちこっち。それはこっちですね。うーん。そっか。失礼しました。こっち。ここではないですね。えー、だから、ここ、こっちですね。こっちを、今度は、えっ、ー、と、3からスタートして、2ずつ加えて、それで、 最初に2は別に加えとく。これどうでしょうこれで答えが同じになればいいんだけど。はい。だいぶ短くなりましたね。答えは1229で同じ。えー、しかも、ちょっと答えが同じになること確認しておきましょうか。100にして、ここで PL をプリントします。 とこの新しい方法で同じであることが分かりますね。正しいですね。はい。ですので、えー、っと、よろしいと思います。結構こういうことによって、えー、早くできる。つ、いいですね。2はまず別格として、3以上で奇数だけ調べる。でしかも調べるときは、その数の、えー 平方根まででいいよと。こんな感じで、えっ、ー、と、だいぶ早い素数検査ができるということが分かりました。はい。じゃあ今日はここまでにしましょう。えー、2番ができました。いいですね。はい。えー、いくつかの処理、高速方法について喋りました。はい。じゃあ次回はこのコラッツ予想。えー、これを、ここちょっとややこしいですけど、よく考えてください。そして、どうやったら、えー、良い最長系列を図示できるか、考えてみてください。はい。 じゃあ、ここまでにします。また見てください。さよなら。